潮の宮火山岩奥に見える、建物の下にも路頭がある潮の宮火山岩の中上雪里火山岩より湧き出している潮の宮温泉塩の宮火山岩は、大和川、水系石川の大阪府とんだば氏市、河内長の支流域にある中上雪里の火山岩路頭、潮湯岩、溶岩岩とも呼ばれる、大阪府のレッドリスト地形地質版において、ランク C に指定されている。 大阪府富田林市横山地区及び河内長野市潮の宮地区の石川流域溶岩に一致している。CAC の建築した塩湯温泉研修センターの下にも路頭があるが、現在はコンクリート護岩されていない一部のみが確認できる。二条山や五色台、竹山と同じ1600万年前に活動した瀬戸内火山帯の溶岩が地上に噴出して固まった路頭である。 そのため路頭には六角柱の中上設備が形成されている。蘇生としては、さぬき岩に近い性質の安山岩であり、表面は黒色ガラスで覆われている。市内では、この他の地形は、河口岩質であり、浸食で流された岩石の一部が、石川の下流で確認できるほか、切り出された安山岩が、家屋の石垣や交差点の置き石に用いられている。 火山岩の割れ目等から含む炭酸土類食塩泉が湧き出しており、泉質が同じ長野温泉に含まれることがある。火山岩の別名である牛尾遊岩と河内長野潮の宮地区の名前の由来はここから来ている。潮の宮火山岩の割れ目から流出している光泉は、含まれているヘリウム同位体の分析から有馬温泉と同じく、 フィリピン海プレート由来の新武流体であることが判明している。大阪府下において、中上摂理の見られる地形や路頭は少なく、身近に順見に行ける路頭として取り上げられている。天略元年947年以降、菅原道真公を祀る目的として、火山岩の上に横山隆志新史が安置される。南北朝時代南朝方の武士たちが火山岩より、 湧き出している光線に使って療養していたという伝承が伝わっている。永6年3月西国33名所図へ、河内名所図へにおいて、横山高志新氏と共に、牛尾遊岸という名前で紹介される。明治40年横山天津市が金高菅神社に合祀される。明治43年横山天津市の跡地に旅館が開館する。 明治44年塩の宮駅が開業する。大正12年大大鉄により塩の宮温泉浴場が開設される。昭和9年大大鉄が塩の宮温泉工業株式会社を設立し、温泉施設の拡張が行われる。昭和15年大大鉄が塩の宮温泉工業株式会社を九州合併し、直営に戻る。昭和18年大大鉄経営による塩の 宮温泉浴場が廃業となる。令和3年現在、民間の温泉研修センターが跡地に作られている。平成元年日本地学教育学会の観光物において教育題材として、潮の宮火山岩が紹介される。平成26年大阪府のレッドリスト、地形地質版に掲載される。ありがとうございます。